アグリ流温泉山荘と鳥尾山両岸橋。台安温泉は、台湾内栗県台安合金随村にある温泉。台安温泉は、水系流域にある3つの温泉の総称で、個別には、水谷二上流にあり最も早くから開けた温泉を、上島温泉。そこから、少し下流に降りたところにある温泉を、アグリ流温泉、アグリ流温泉から、 さらに下流を3 8キロメートル下ったところにある温泉を小山温泉と呼ぶ。台安温泉は1908年に当地に住むタイヤル族の州長が発見したと伝わる。1909年4月28日に台湾日日新報の報道によると当時の内栗町の町長によって上島温泉と命名された。温泉の開発は1910年に始まり、 1911年には、警察の療養所が設けられた。透明で引用可能。専温は、約摂取48度、pH 約7.5で、炭酸水素イオン 82ppm とナトリウムイオン 63.3ppm を含む、中性の炭酸水素塩用泉。二色水損。太陽陽光書ン。誕。太陽光書。2017年5月24日閲覧。 A.B. 旅名人編集室2008、P119、陳歌手は厚し、2015&P81、鈴木広次第2007、P70、総木吉栄2007、P180 から181、ありがとうございます。